さあおはようございますということで始まりました、G スタイル今シーズンの最終戦でございます。この番組はですね、私夏美が、シーズン6回全6回を通してプラス3万発を目指す番組なんですけれども、3万発達成の暁には、なんか豪華かなご褒美がもらえるということで、そのご褒美を目指して頑張っております。で今までの成績なんですけれども、過去5戦でトータル8000発弱のプラスでなんとか頑張っております。プラスでね、こちりつもでなんとか頑張ってるんで、ね、今日でだからプラス3万発以上達成するためにはプラス定ま、まあ2万3000発出せばもう確実にいくと思うので、まあ、そのぐらい、まあ、一撃で出る台を今日は狙っていこうかなと。なのでやっぱり319とか、まあ、スマパチとか、まあ本当一撃性のある台をメインにちょっと見ていこうかなと思っているんですけれども、今回は私の大好きな海はねちょっとやっぱ封印せざるを得ないというか、まあ、海打ちすぎっていうのもねありますし、ちょっと一撃性に欠けるっていうのもねあるんで、安定はしてるんですけどね。このホールさんだとやっぱり、まあ、エヴァとかリゼロとか、あとはソードアートオンラインとかもちょっといいかなって思ってます。最近のライトスペックもね尖っているので、全然今日狙えるぐらいの爆発力のある台もあるんですけれども、ちょっと荒すぎるっていうのもあるんで、今日は319でなんとか頑張っていきたいと思います。前シーズンはご褒美がゲットできなかったので、今回はなんとか頑張っていきたいと思います。はい、ということで話変わるんですけど、私これ前回と同じやつ着てますかね。ちょ確信が持てないんですけど、私前回と同じの着てる？分かんないですよ、もうちょっと気まずいんですよね。あれ同じ服しか持ってないのかなこいつみたいな。意外と気をつけてるんですよ、レギュラー番組は。ちょっと被らないように前回何着たっけみたいなのをねチェックするんですけど、自分でこう自撮りを毎回撮ってるわけじゃないので、これチェックしようが ないので記憶をね頼りに、だからねもう調べる術がなくって、来たかなどかな、まあいいやーって来ちゃったんですけど、なんかねちょっと同じ服だったし申し訳ないんですけれどもね、まあ、今日はとにかく、はい、手玉を出したいと思いますんで、はい、頑張っていきたいと思います。とりあえずどうしよう、一応シード見て、前回よりちょっといいかもしれないです。ほんのりいいんでちょっと一応取っときます。なくはないかな。エヴァ見てみますか。一応あれエヴァいいぞ。海はまあ選択肢はないんですけど、一応状況を見ますね。ああいや普通にいいですね。ちょっと待って、今日あーすごい埋まった、もう結構埋まってる。でもすごいですね、埋まりが早いです ね人気なんですよね今。もうちょっとエヴァが気になりすぎるな、エヴァにしようかな。ダメだったら最後にリゼロでもいいんでこれにしようかな。迷います、どうしよう、もう打ってみますねとりあえず。はい、最終戦の大事な、今回の実戦なんですけれども、まあ、一撃性のある台しか候補にはないので、まあ、いろいろと迷ったんですよね。でソードアートオンラインも、まあ、当たりやすくて結構ね一撃性もあるし話題機種ということで打ちたかったんですけど、あの台本当に何も起きないんで、私トラウマがあるんですよ、何も起きなすぎて。で今日何も起きなかったらどうしようってい う, こうなんか弱気な、ね、気持ちになっちゃって、じゃあ何打とうってことで、やっぱりこの安田さん、海とエヴァとリゼロがねやっぱり推し機種な感じするんですね。私ずっとお世話になってますけど、まあ、その中でもなんかリゼロも良かったし、まあ、全部いいんですけど、その3機種エヴァがねもうね明らかに前回よりいいので、でカオル君もいるしということで、一回エヴァからスタートしていきたいと思います。
カオルくんおすすめって書いてる。カオルくんにおすすめって言われたらそれはうちしかないよね。こんなこと言われたらね。レバブルアップとインパクトフラッシュアップどっちもやっちゃいます。カスタムでレバブルアップにしても全然出ないんでね。久しぶりに今日ねレバブルを感じたいんですけど、出てくれると嬉しいです。はい、1台目もね悪くはなさそうだったんですけど、もっとで、ね、いい台がありそうなので、今日は本気なのでしっかりと回る台を見つけたいと思います。2台目です。行くかなと思ってたけどびっくりした。これねキラキラじゃない方がいいんですよね。でも進め進め、もう一個。お、いいよ。もう一回、もう一回喋ろう、もう一回喋ろう。あー、もう一回喋ればね大当たり濃厚だったんですけど、でも大チャンスですよこれは。いいですね、一応ムービーあり。でもなー後半も奇数のアスカか。ちょっとあんまりいい予感はしないんですけど、キンカットインさえ出てくれば。避ける、装備なし、もう金カットイン出すしかない。ここはダメだな多分。ここで当たんなきゃきついよ。あ、ダメだこれは。なかなか奇数で当たってくれないですからね、エヴァは。やっぱダメでしたね。まあ、一応チャンスは、ね、見れたんで良かったです。最近だとそんなにもうずっと回転からエヴァを打つってことはだいぶ少なくなってきたんですけど、ちょいちょいその G スタイルでも後半だけちょっと打ったりとか、まあ、他の番組とか、まあ、来店とかでも一日中打ってないけど途中で移動したりとかっていうことはあるんですね。1日前ずっと打ち切ってっていう収支だと今年に入ってから、ほとんどめっちゃ負けてますね。負け越してますエヴァで。勝率 30% ですね今年で。今計算あ、でも一応37%ぐらいあります。 37% ぐらいですっていうぐらい、なんか今年に入ってから特になんかエヴァがねすごい冷たくって全然ダメなんですよ。でこう途中から移動しても負けてるんで、多分もっと低いです。だから勝率は本当に 30% かもしれない。なのでそろそろね私を笑顔にしてくれるんじゃないかと思いたいところなんですけど、来た、レバブル来た、レバブル来た、レバブル来た。これこれこれ、これ外すんだよな私結構。これ頼む頼む頼むよ、外したくないよ。ブルブル保留、何回かね外れを見てるんでね、出現率の割に結構私外しちゃってるんです。この保留、レバブル対応保留、頼む当たってくれ。逆に逆、あ、警報パターンね。アスカ、あ、いいね、1-2、いいね、いいですよ。当たりそうな感じしてきますね。ありがとうございます、いただきました。プレミアム背景いただきました。うわ嬉しい、短期発信、いやめっちゃ嬉しい。いや本当に何も起きなくって、発信も多分1回しかしてないですね多分今。
150、これで152回転なんですけど、発進1回ぐらい、本当に何にも動けなくて、あれ今日もダメかみたいな思ってたんですけど、よかったです。こんな早く当たるの嬉しいです。ありがとうございます。完璧な流れで、いや、よかったです。佐藤氏9000円です。あとは昇格するかどうか。そう、図柄のタイミングがちょっと違いましたね、いつもと。本当嬉しいです。よくやったわ、よし頑張ります。じゃあレイちゃんで、いつも通りレイちゃんでいきます。インパクトフラッシュアップはちょっと消しますね。早めに前半で当たってくれ、頼む。前半でレバプール来ないかな。いや、今日2万発以上出さなきゃいけないんで、プラスサダまでね、とりあえず投資がね、今日軽くて良かったです。スルーだけはしたくない。まず ST ってとりあえずスルーしたくないから、最悪1回当たれるかどうかのこの最初のこれね、最初の ST が一番緊張するんですよ。頼むからここだけ当たってくれっていうね。前半じゃ何も起きないか。リーチもかかんないの。ノーテンパイなんだけど。ノーテンパイで100回転超えましたね。ちょっとドキドキぐらいさせてよ、そろそろ。ほんとやめて、全然当たる気配はないんですけど。テンパイ煽りの演出すら出ないでしょ。やっと来ましたけどね、どうでしょうか。ボタンね、いやー本当にお願い。もしかしたらラストチャンスかもしれないんだけど、いかない、いかなそうでしたからね、なんかいかなそうでした、そんな感じがしました。とりあえずリーチ見せてあげたよみたいな。いやでも残り10でも当たったことある。ラストですね。なんということでしょうか。この番組では連チャンしないんですかね、エヴァは。前もスルーしましたからね。やっぱりエヴァで勝てないんでしょうか、私は。あーもうちょっとへこみますね、さすがに。エヴァのスルーなんて、ね、何回もありますけど、ちょっと勝てなすぎです、私エヴァ最近勝てなすぎて、打つのが怖くなってるぐらい勝てないんで、もう今日エヴァでいいんだろうかって思ってきてますね。なんかもう自信がない、エヴァで出せる自信が。あーどうしよう、せっかく当たったのにな、これが最後の当たりかもしれないな、もしかしたら。なんかちょっと下がってきたんで、そもそも別なエヴァ行きます。はい、またちょっとエヴァで移動してみました。3台目ですね。さっきの台も悪くないんですけど、本当に今日は投手を抑えたいので、もっと上を目指して思い切って移動してみました。これでまあちょっと様子見ていきたいと思います。110回当たり出しの台ですね。はい、エヴァもね全然悪くないんですけど、もう実戦時間が半分ぐらい過ぎてしまって、2万円
なくなったってことで現在マイナス5000発なわけですよ。じゃあトータルあ3万発近く離さなきゃいけない感じになってきたんです。そうするとちょっとエヴァじゃ遅いんですよね。ちょっとそんなに速くない台なので ST 中ってなったらやっぱ速い台になっちゃいますね。ということでちょっと泣く泣く移動したいと思います。どれ打ちようかな、うん、どれ打とうかな、どれにしようかな、もう一回これにしていますということで、ということでリゼロにやってまいりました。はい、もうリゼロでやるしかないですね。おお、群も切った、久しぶりに見た、ありがとうございます。ここまではもうね予想がついてたんですけど、この後ですよ、お願いします。実戦終了。